諸日岳とは、岩手県八幡平市と秋田県仙北市との県境にある山である。標高は1516メートル。富後岳と県相森をつなぐ登山道である裏岩手重走路が山頂を通過している。また、諸日岳の登録の標高1200メートル付近には、秋田県道、岩手県道318号八幡平公園線が南北に走る。 諸尾岳山頂の標識は、諸尾岳最高点から北西約300メートルの登山道が直角に曲がっている点に設置されている。諸尾岳の諸日の木とは青森と土松の方言である。諸尾岳山麓は笹やぶの中に青森と土松が数多く茂っている。青森と土松は青森県が分布の北限であるが、この八幡大地区が群生密度が 日本一と言われている。標高が低い場所では、樹高30メートルを超える巨木になることもあるが、ビダ岳の山頂付近では風雪にさらされ大きくなれない。山頂は平坦になっており、一面肺末が茂っている。斜面は広く、石沼という沼を挟んで、1481メートルの前ビ日岳がある。石沼には多数の石があり、 気候により沼の水量は大きく変化し、ほとんど干上がることもある。石沼は干上がることもあるせいか、植物はあまり生えていないが、この付近にある他の小さな沼には、三菓子はなどの植物が生えている。また、全ビダ岳の南西にも大きなメガネ沼という名の沼がある。1862年の久保田藩の山役記録では、ビダ岳を 初日の木内小児草と記している。久保田藩では、初日の木大とは、八幡平を意味していた。現在の南八幡台重走路は、当時の山盛役が、藩境を巡視した参道にあたる。水沢競馬場では、諸尾岳レースが4月と6月に開催されている。諸尾岳と前諸尾岳の間にある、石沼。ありがとうございます。